あ、BMSG フェス。おお、なるほど。あれどこであったんですっけ、富士急ハイランドだっけ。フェス状態だったんですかね、もうね。素晴らしい。 BMSG フェス絶対配信見た方がいいです。あ、配信でやるんですか、見逃しで。Hulu さんとかでやるのかな。いいなぁ。なんかこう独自の路線をね、ブランドを作ってますよね。そのファミリー売りをするっていう、いろんな、なんでしょう、今 K-POP グループさんでやろうとしていることをすでにファミリーで売り始めるっていう、そこら辺もうまいですよね。だから SM さんとかの売り方も結構こう参考にされるんだろうなというか。本当にね、 BMSG がこうどこまでこう上り詰めるのかっていうところを期待したいですよね。まずはその国内っていうところからだと思うんですけども、国内をこうどういうふうに着実に掴んでいくかっていう、まあ、これもご質問結構ありましたけど、どれぐらいのスパンで展開されていくと思いますかみたいなご質問とかいただくんですけど、わかんないですよねちょっとね。ただどうだろうな、1年で、すごく素晴らしいのはやっぱり何といってもファンの方たちの熱量が強いことなんですよね、 BMSG さんは。